ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。いってらっしゃい。そしてお AKB ポテトの皆さんが失礼します。いらっしゃってます。音楽の日の T シャツを着てくださっ て, て, さって、ありがとうございます。席は大丈夫ですか。あ、青いエールさん、およろしくお願いします。どうぞおかけください。はい、じゃあ皆さんお座りください。失礼します。女性だけになった、またなんか雰囲気がガラッと変わって、ということで、ここでは皆さんの上半期、下半期についていろいろ伺ってるんですけれども、AKB48 の皆さんは上半期どうでしたか。上半期はですね、指原莉乃さんの卒業が3月にありまして、4月ですかね。そこでなんかやっぱりグループをすごく先頭で引っ張ってきてくださった先輩だったので、寂しさもありつつ、楽屋でも一番なんだろう、おしゃべりだったので確かに、ね、そうなんですよ。ちょっとなんか寂しさもありつつ、でもみんなで頑張ろうっていう風になった上半期でした。やっぱりリーダーが抜けるって、こう引っ張ってくれた人が抜けるっていうのは、なんかこうチームがまた一つ変わるきっかけ。そうですね、結構サッシーがこう歌番組の前とかにみんなこうやっていこうねとか、こう注意することとかを言ってくれてたので、そういう意味では逆にこう総監督になったミオンがそういうのを言ってくれたりとかっていうのになりましたね。いつからだったんだっけ。私も4月から、4月から1日から3代目総監督に就任させてもらいました。いろいろ変わった。そうですね、グループとしてもガラッと変わりましたし、私自身も変わった上半期だったなと思います。そしてどうでしょう、エイルさんは。エイルさんは上半期、ですね、実は復帰後、上半期初めて、ツアー回らせてもらっていて、で今も実はツアーの途中なんですけれども、その最中にありがとうございます。とんでもないです。明日最終日ですよね。明日月曜、今日14日もう14日になってますよね。そうです、明日です。すいません、なんかそこでやってると分かんなくなるんですけど、13日のつもりなんだけど世の中は14みたいな。そうですよね、月曜日か。はい、月曜日で15日に最終日。そうです。はい、ね、忙しい。嬉しい上半期になったなと思ってます。はい、ではエイルさんにはまず後ろのハガキにサインとメッセージを書いていただいてもいいですか。これご覧いただいている1名の方に当たりますので、皆さん忘れてないですか。ハッシュタグはこちらですよ。応募のハッシュタグは土です。土忘れそうですね。メンディーさんです。毎回説明してます。メンディーさんが決めました。じゃあということで、 AKB48 の皆さんは音楽の日ではリバー、そしてフライングゲットと大ヒット曲をすでに披露してくださいましたが、後半戦というのはどんなことを予定されていますか。予定としては、そうですね、各グループ AKB だった SK だったいろいろあるんですけど、 AKB としては私たちも全国ツアーがついこの前始まりまして、先日初日大阪でやらせてもらいまして、ここから10月ぐらいまでずっと続きます。いやー、また後半戦も大変ですね、はい、楽しみですね。4年ぶりの単独ツアーになるんですか。あ、はい、そうなんです。 AKB としては4年ぶりになります。久しぶりに、はい、じゃあファンの皆さんもねすごい楽しみにされてますよね。ファングループも結構続々と、はい、勢いが増してきて、ね、そうですね。でも SK はなんだっけ、何年前からツアーやってましたっけ。5年ぐらい前、5年ぐらい前から木は熟したっていうタイトルのツアーをやらせてもらったんですけど、それが途中でやんわりなってて、そう、止まっちゃってて、何だっけ、木は熟しすぎたみたいな。7月の24日に新曲のフラストレーションっていう曲が発売されるんですよ。これが本当に今回のテーマにぴったりで、めちゃくちゃ汗かくダンスなんですよ。めっちゃ披露したかったよね。でも今日名古屋の方で他のメンバーが初披露を今日してたんで、もう振り付けの全貌がね今日明らかになって、めちゃめちゃ衝撃的な、刺激的な、刺激的やってもいいですか。あ、
リパリ言ってたんですけど、ちゃんと柔軟してくれます。はい、気になった方はぜひ7月24日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんな運動量になりそうな、AKB の姉妹グループ第1弾はこんな感じで、さあ、そして裏配信ではですね、はい、皆さんの汗トークというテーマでちょっとコーナーでやってまして、はい、ぜひ AKB48 の皆さんにもこちらサイコロ振っていただこうかなと思うんですが、誰が振りましょうか。振りましょう。立候補我こそは、こちらはラインナップいますか。とりあえず振ってみる。振って出たので、設計総監督はすいません、一回振ってみます。お願いします。どういう意味？お、辛くて汗が出た話。辛くて辛いもの、辛いで辛い、私も辛いだと思ってたら、はい、辛いなんですって、辛くて、でも激辛好きとかいそうじゃないですか、ね、メンバー。いそう、結構辛いもの得意な人だった。私はなんか番組だったんですけど、激辛部の部長に、全然激辛得意じゃないのに勝手に任命されて、都内の、辛いものランキングトップ10を全部回って完食するっていうのをライブの前の日にやって、夜中中ずっとトイレにこもって、もう汗が全身から止まらなかった記憶がありますね。一番辛かったのって、わー、なんかチキンだったんですけど、あの手袋をしないと食べれない。なんかちょっとでも怪我してたらもう痛くて、その止まらないから手袋をして食べてくださいみたいなやつを完食して、すごい、私はこんなことするために AKB に入ったんじゃないかな。めちゃめちゃ食べたのがありましたね。もうだいぶ前ですけど、辛いの大好きで、歌に支障とかないんですか。支障が出ないタイミングで食べます。得意って何食べても全然平気ってことですか。ですね、基本的にあのわさびとかからしはちょっとダメなんですけど、はい、でも、あの、はい、唐辛子とか、あと一番得意なのがカレーの、あの香辛料の辛いものが、スパイス系が大好きで、であの北海道札幌市出身なんですけど、あの札幌などでスープカレーがやっぱりすごい有名で、で大好きなお店があるんですけど、そこのお店、最高14番まで用意されていて、14番マックスで、14番でデスソース入るみたいで、まだ14までは挑戦できてないんですけど、13は、ほぼ14ですよ、ほぼ14かもしれない。美味しく食べられるんですか、挑戦みたいな。美味しいんですよ。美味しいんですね。美味しいですね。最初は辛いって思ってたんですけど、だんだん辛さって慣れてきません。麻痺ですね。麻痺ですかね。すごい、どうします、バラエティのオファー来ちゃうかもしれない。本当にめちゃめちゃありますからね。すごい、ね、あのツイッターにもエイエイルーって書いてありますか。これ、あのファンの皆さん、これでいいと思うんですか。ライブが終わった後に、みんなでエイエイルやっていただきましょう。やっていただきましょうか。ドン、冷や汗が出た話。冷や汗が出た話、なんだろう、冷や汗が出た話、なんかこうドキッとした瞬間。ですね、最近引っ越しをして、で、家具をあのいろいろと揃えようと思って、でいろいろこう尺を測ったりして揃えたつもりだったんですけど、あの部屋に合わないぐらいの巨大な、これぐらいのテレビが届いてしまって、テーブルがこれぐらいしかなくて、テレビの方が大きくなっちゃって、そうなんですよ。だからあのお家にあのお届けに参りましたって配達員さんが来た瞬間、これはなんだろうと思ったらテレビで、もう大きすぎたんですけど、もうしょうがないので使ってます。できるだけこう離れて壁の
いる状態で見てます、でもいい、ね、いいシアターみたいですよね。そうで、なんでそんな大きいテレビ、計算ができなかったんだと思います。インチ、想定が違ったな。なんか分かってなくてインチとか、インチ確かに難しい、センチ難しい、分かってなかったなと思って。分かんないです、私もインチとセンチがごっちゃになるみたいな、ごちゃごちゃになる、そういうことですね。32インチだ、2インチは32センチって思っちゃったりとかもね。ねえ、違うんですよ、ね、いかに自分でテレビを買ったことがないかが確かに違うけど。ということで、AKB の皆さんにもメッセージ書いていただけたら、書いていただけたらと思うので、ぜひ。じゃあ代表して1名がメッセージ書いて、その周りに皆さんのサインを、はい、お願いします。すごい人数だと、ね、時間がかかっちゃうね、申し訳ない。エイリさんはこの後音楽の日でスペシャルメドレー披露していただきます、ね、はい、はい、そのラインナップってやっぱ言っちゃダメなんですよ ね、 まだね。あ、どうなんですかね、内緒かな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 、新しい曲を歌います。やわりと期待高まる新曲が、はい、披露されるということで、歌わせていただきます。2019年の後半はどんなことを予定されてるんですか？そうですね、やっぱりライブが好きなので、うん、あの後半もライブ回れたらいいなとは思ってるんですけれども、うん、あとはやっぱりあのファンの方々とこうやっぱりあのなんていうんですかね、音楽を直接届けることがやっぱりすごく、うん、あの私自身も嬉しいことなので、うん、まあ、そういったことをできていけばいいなと思ってます。時間あるときはこれしたいなみたいな何かありますか？夏に向けても下半期に向けても。あ、こう何でしたっけ、カヤックじゃなくてカヌー、川下り、ラッピング、すごい、あれやってみて、うなえさんやったことありますよね。あります、あります、あるんですよ。すごい楽しいです。でも登るのが結構大変って聞いて。あ、上にですか、そこまで。車ででも行ったかな、車で連れてってくれるんですよ、その何ですか、そういう川下りのお店に行くと、トラックみたいなので、上流まで連れてってくれて、そこからみんなで下るんですけど、楽しそう。結構ね、突き落とされたりとかする。え、怖い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 。5階が、5階、どっから、あ、安全なエリアでこう、はい、遊びとしてインストラクターの方がパーンって、びっくりした、すごい楽しいです。ぜひぜひ。結構アウトドアされるんですか？アウトドア好きで、あの一回やってみたいなと思ってて、今までにできてないんですけど、一人キャンプをすっごく、一人キャンプ一時期流行りましたよね。そうなんですか。一時なんか一人キャンプすごい流行ってたみたいで、乗れなかったので、一人ラーメンとか一人牛丼が限界かと思ってた。結構寂しい、キャンプすごい、すごい。自分でも用意してっていうのをやってみたいですけど、ね、やってみたいんですかね。なんかバイクの免許とか取って、こうテントとか入れていけたらかっこいいな。めちゃめちゃかっこいい、かっこいい、すごい、ギャップがすごい、めちゃめちゃかっこいい、いちいちかっこいい、いちいち、この格好、今日の服装これどうなってるんですか？セクシー、セクシー、見せていただきましょう、ね、そう、ずっと気になってたんです、セクシー、ショートパンツが短いんです、すごく美脚、美脚のショートパンツがやばい。いや、知らせがいいんですよね。はい、確かに。確かに。セクシー。セクシー。エイルさん、でかいテレビでゲームするのかなっていう。あ、そうです。あの、私目が悪いんですけど、本当目を細めずにあのゲームすることができるぐらいには大きいですね。素敵。はい。意外な一面をね、いろいろ知れたんですけど、AKB48 の皆さんはなんかこの夏やりたいこととかあります？みんなどうなの、みんなでバーベキュー、あ、したい、みんなでバーベキューしたい、バーベキューいいですね。したことありますか？いや、ないですね。でも何年か前に握手会の裏側でスタッフさんが肉焼いてくれたりするんですよ。あれも一応室内でですか？いや、外で、その外でセッティングしてなんか焼いてくれてみたいな。一回プライベートでも、そう、前の
総監督の高見菜さんがなんか自分が思い出作りしたいみたいな感じでメンバー集めてみんなやったので、あれちょっと待って、そういうことですか。ちょっと待ってください、計画してもらって。計画はするね。じゃあお金お願いします。お金はよくないですか。最年長なの。お姉ちゃん、やばい、やばい、最年長。バーベキューしたいです、ね。じゃあそしてそれに続いてサイコロトークも。お、ユイリーとかまた今日センター。あ、そうだ。フライングゲットのセンターを。ぜひぜひ、はい、お願いします。ドン。お、お、汗水垂らして頑張った話。わちゃんといえばでも汗なんですよ。私イコール汗っていうところあるんですけど、そのさっき全国ツアーやったと、全国ツアーですね、話があったと思うんですけど、2回公演だったんですね、でまずお昼公演でめちゃめちゃ滝のように汗かいて、終わる頃にはシャワー浴びたのみたいな。めっちゃ汗かいて、なんか夜公演の途中ぐらいから太ももとふくらはぎと右腕がつっちゃって、一気に吸っちゃって、もう水分が出すぎちゃって、いくら吸収しても足りなくて、すごい倒れそうになりながらダンスナンバー踊るっていう、なんかすごい、踊りながらやったの、すごい痛かったです。それ周りにも言わず、言いました。でももうすぐ早替えして出なきゃいけないみたいな感じだったんで、すごい頑張りました。水が出すぎるのも大変なんですね。びしょびしょ。その分補給しなきゃいけないですよね。アイドルとしてびちゃびちゃってどうするんですか。いや、それだけ頑張って、それだけ頑張ります。でもファンの皆さんは多分その汗浴びたいです。そうだし、目が汗浴びたい。ちょっと気持ち悪いこと言っちゃいました。大丈夫ですよね。でも絶対そう思ってる方多いと思う。頑張ってそうですよ。はい、ちょっと。でもなんか劇場とかだとよく最前列に汗が飛んでくるっていう。そう、すっごい近いので、 AKB の劇場って。このぐらいの距離なんですよ。最前列と。気にされます。やっぱりこう動くとこうしぶきがお客さんにかかっちゃったらとか。いや、もうもはや、はい、全然すいません。かかってすいません。すいません。皆さんメッセージって 何書かれたんですか。なんて書いてあるんですか。あ、エンジュさん。あ、いいですね。エンジュさん。明るい。そしてエイルさんは。隣ですね。エイルさんは夏をたくさん遊ぼう。遊ぼう。エイル。エイル。すごいですね、これ。可愛い。夏だからね、皆さんいろんな。さあ、この巨大ハガキなんですけど、今回ご覧いただいている1名の方にプレゼントします。世界の1人だけ。お届けする。すごい。すごい。このままでしょうね。普通のテレビ。OK。思ったより大きいな。すごいですね。すごい。条件があって、その音楽の日公式ツイッターをちゃんとフォローすることと、でさ必ずこのハッシュタグつけて、つぶやいていただくっていうね。はい、よろしくお願いします。この画面の上に出てるハッシュタグ音楽の日の生配信のハッシュタグじゃなくて、プレゼント、このボードが欲しい方はこちらなんですよ。ハッシュタグ汗と音楽と土。このハッシュタグが大事なのでね。ぜひツイートしてください。さあ、ということでこの後本番、皆さん。控えてらっしゃるのでね、本放送で披露していただきますので、はい、青さん、はい、よろしくお願いします。楽しみにしておりますので、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして AKB48 の皆さんでした。ありがとうございました。